前読みが。すぐみんさんとみゆみゆとラジオでした。聞いたよ、ありがとうございます。じゃあ今日一日中眠いんだよね。でも10時までしかできないんで、多分15分ちょっとだけやります。できたか。みんな聞いてくれてるの、ありがとうございます。そうなんですよ。てか皆さん真犯人フラグ見ましたか。やばかったよね、真犯人フラグ。神ってました。てか私の予想が見事当たりすぎててすごくない？ちゃんと当たってたよね、私の予想。誕生日配信、あ、危ない危ない、やめてやめて、あ、危ない。はあ、やば、紅茶こぼすところだった当てたんですよ。予想っていうか、これがこうなってたから、これがこうでこうなった人が犯人って言ってその名前を出したんだけど、当たってましたね。めちゃめちゃ当たってた。いや嬉しかったですね。当たりすぎてて、そうだからなんかそのね、まあ、結果は多分言わない方がいいから言わないのかな、言わない方がいいよね、見てない人いるから。そう、それでねなんかまあ結果が出てその後Hulu で詳しくやるみたいなやつだったから、なんと今日Hulu に入りましたHulu に入って、そう、それでなんか週刊追求プレミアム見て、でまた真犯人フラグを1話から見始めたそう、1話からね見始めたんですよ。で妹が見てなかったから一緒に見てます。マジで面白い。今ね4話見終わりましたなんか犯人分かった上でもう一回見るとめっちゃうーわ、この時もこんなこと やったにもかかわらずこんな顔でこいつはここにいるのかっていう、その見方ができてめっちゃ面白いの。わかります？ちょっと見終わった方はわかると思うんですけど、その見方が面白すぎて、そう、誕生日おめでとう、ありがとうございます。そうだね、誕生日じゃなくても誕生日背景だからみんなに祝ってもらえるんですね。いや本当に面白かった。最終話はマシモとヤヒと電話しながら見てた。そう、でもなんか最終回の情報量が多すぎてなんかえ終わったみたいなそうみたいな感じで終わっちゃった。めっちゃ面白かった。でもその電話してましたね。そう、フル入ったよ、フォローしました、ありがとうございます。満足してる人してない人いろいろいる。私は結構満足だったけどね。なんか
結構今のドラマってハッピーエンドが多いじゃないですか。でもその中でもなんかそんなハッピーに終わらなかった終わり方めっちゃ好きでしたね。うん、珍しい。なんかどうせ結構ドラマとかってどうせこの人とこの人が結婚して終わるんだろうなみたいな、そういうハッピーエンド系が多いけど、今回ハッピーエンド、ハッピーエンドだったのかな、ハッピーエンド、なんかそう、でもなんかいろいろまだありそうだから、なんか全然伏線回収されてないところとかいっぱいあるんですよ。例えばなんかゴーラがゴミ箱の中にコーヒー入れて蹴ったやつとか、あれは誰が入ってたのみたいなやつとか、そうめっちゃあるんですよ。だからそれを回収すべく1話から見直しております。楽しい。誕生日おめでとう、ありがとうございます。そう、ゴミ箱の中の人誰だったんだろう。あれはね、永遠との永遠の謎です。ゴミ箱の中ね、誰だったんだろう。睡眠時間短くなる。でも私そんな大丈夫短くなっちゃって、なんでもいい。寝るの忘れてみちゃうからね、本当に。いやー本当にね、おもろいな。私いつもなんか5時間ぐらい寝れればいいかなって思って。あ、クッキーありがとうございます。うん、なんか疲れた日とかはな、長く寝たいから長く寝るけど、長く寝るとなんかだるくなっちゃう体が。そう、寝すぎるともっと眠くなるし、なんかむくんじゃうし、でも寝たいでも全然短くても、なんか例えば3時間とか、なんなら寝なくても次の日遊んでる時とか仕事してる時に眠いなっていうのはそこまでなんない。結構友達とかメンバーとかとお泊まりするとなんか全然寝ないとかもあるんだけど、でも次の日とか遊んでてもそんな眠ってなんない。でもね、寝れるってね、元気の証拠らしいよ。年取ると寝ることが疲れるっていうからね。そう、でも私は結構永遠と寝れる人でも、寝すぎるとむくんじゃうから嫌だなとは思うけど、永遠と寝れる、寝れることには寝れるんですよ。そう、オフの日は結構永遠と寝てます。どう寝てる、見て、可愛くない、このマグカップ。でもね、ちょっとしか入んないの。ちょっと、え、結構入るんだけど、私ありえないぐらい紅茶夜中に 3,4 杯飲むんですよ。いや、おかしいよね、本当に。夜中に紅茶最低2杯は飲むの。これも2杯目なんだけど、今日でも終わってからもずっと飲んでると思うんだけど、上げ底じゃない、こっからここまで入るんだけど。私さ、あのニキのさ、グッズのマグカップわかります？そう、ニキのグッズのでっかいマグカップでいつも飲んでて、そうだからね、でもこれ最近可愛いなと思って買って、そしたらそれに比べるとやっぱちっちゃくてさ、可愛くない？
かわいい。ね、みんなさ、そうカフェインカフェイン言うけど、私カフェインで眠れなくなるっていう理由がわからないんだよね。全然眠くなるし、今も全然眠いし、そう全然カフェイン効かないんだよね。紅茶はストレート、絶対ストレート。砂糖もミルクもいらない、絶対ストレートですね。何も入れないノーマル。あとめっちゃ濃いめが好きだから、見てずっとこれ入れてんの私、抜かないのこれ飲み終わるまで。あ、シワシワになっちゃった。そうテレビの配信でしか見たことない。だから私あの2期のグッズのマグカップメンバー1使ってると思うんだよね。すごいの、やっぱ紅茶飲んでるからさ、その色がついてるじゃんマグカップに、茶色い、もうすごいのそれが、茶渋みたいなのが。そう洗ってるんだけどね、どうしてもついちゃうじゃんそういうのって。そう本当にめっちゃ使ってるから、あれメンバーっていうかファンよりも多分この世で一番使ってる自信がある。毎晩飲んでたからね、あれで。なんかいいんだよねサイズが、うん、濃いコーヒー飲んでも寝れる人は寝れる。あ、そうなんだ。私でもあんまコーヒー飲めるけど飲まないからな。そう、もうこれ一目惚れして買いました。なんか飲むスピードもすごいんだよね多分。絶対寝る前にあったかい紅茶を最低2杯飲みますね。多い時は本当に4杯とか飲んじゃいますね。スタバでも紅茶飲む。アールグレイが好きだからアールグレイ飲むか。これはねアールグレイじゃないと思う、なんかダージリンかな、なんだろう。アールグレイが一番好きです。猫舌、猫舌、そこまで猫舌じゃないけど、猫舌じゃないわけではないですね。カモミールが睡眠にいいということで、私はカモミール。カモ、あのさスタバのカモミールなんちゃら飲んでみたいんだけどさ、美味しいのかなあれ。なんかちょっといい紅茶を買いたいんだよね今。なんかそう結構普通の今紅茶を飲んでるんだけど、なんか本当にちょっといい紅茶を買って1週間に1回とか飲みたいなって思う。だってめっちゃ飲んでるから、そういうのあってもいいのかなって今自分では思ってます。57分になったら教えてください。てか15分のテロップが出ないぞ、やばいやばい。でも40分ぐらいから始めたから55分ぐらいに出るか。コスパは求めてないですね、あんまり。美味しさ重視。なんか、なんだろう、日用品とか、なんかまあ、服はわかんないな。日用品とか、あ、15分出た。日用品とかは結構、コスパを求めちゃうけど、食べ物とかは結構あんま求めないかも。だって、美味しいもの食べた方が、楽しい人生楽しいって思っちゃう。そうめっちゃあんま、いやそんなバカ高いのとかは食べないけど、まあ多少なんて言うんだろう、味が多少いい高い方がいいんだったら多少高いの食べて美味しい幸せだなって思った方がいいかなって思って。
24時まで配信できるようになるのはあと10日ぐらいかな。うん、どうだろう、どんぐらいなんだろう。なんかこれぐらいってスタッフさんにから連絡来たけど覚えてないやでもなんか多分私あれだと思う、あの時間解除されても、まあたまにやるかもしれないよ。例えばお仕事夜遅くまでやってて、ちょっと15分ぐらい夜中に配信とかあるかもしれないけど、普通に行ったら私の心の中のお仕事の営業時間は22時なので解禁になっても22時はどうだろう、以降はやるかわからない。57分、ちょっと段字読みますね。じゃあ終わっちゃうから。はい、13位3号さん、12位マスルデスさん、11位カンさん、10位ワッシーさん、9位トークボックスさん、8位翔太郎さん、7位ラーマーさん、6位キョルさん、5位ゴーさん、4位カエデさん、3位1年9組33番マッチョさん。あー変わった、最悪だ時間ないんだって。ちょっとじゃあ読んでない人だけ読もうかな。誰読んでない、いや全部読もう、いや読んでない人だけ。ワッシーさん読んだ、翔太郎さん、ラーマーさん読んだかな、5位ルマパさん、あと誰読んでない、3位ゴーさん、2位ハブトゥーセーブさん、1位オドちゃんさん、ありがとうございました。ということでありがとうございました。バイバーイ、また明日、バイバーイ。